坂東ド文は、日本の政治家。北海道ビバイ市長。北海道ビバイ市茶市内町本町に生まれる。ビバイ市立ビバイ小学校。ビバイ市立ビバイ中学校。北海道ビバイ東高等学校。明治大学政治経済学部政治学科卒業。1977年ビバイ市役所に入庁。2001年保健福祉部長。2004年総務部長。2008年。 ビバイ市教育委員会教育長、2010年、ビバイ市副市長に就任。2011年6月6日、ビバイ市長の桜井道夫が健康上の理由により、辞職。7月3日に行われた市長選に立候補するも、元市議の高橋三夫にご評価で敗れ落選。当日有権者数、2万1914人最終、投票率。 63.06%2019 年4月、私立美梅病院建て替え計画などをめぐる高橋、三清の市政運営を批判し、任期満了に伴う市長選への出馬の意向を表明。同年6月9日に行われた市長選に立候補。自民党、公明党の推薦を受けた現職の高橋を破り、初当選を果たした。7月3日、市長就任。 当日有権者数18,926人最終投票率71.46%美バ市長に新人万能資源職の高橋氏破り8年前の雪辱。北海道新聞。 https://www.hokkaid-np.co.jp スラッシュアーティクルスラッシュ3135872019年6月11日閲覧。ありがとうございます。